ひよりんごです。今日の動画はじゃん、こちら2019年のダズリンの福袋が届いたので開封していきたいと思います。ダズリンの福袋ね、コートがグレーかベージュかどっちか入ってるみたいなことが書いてあってね、私はグレーが欲しいんですよ。2択というか2分の1の確率なんですけど、グレーが欲しいんですけど、果たしてどっちが入ってるかな。なんかベージュのコートって多いんです、たくさん持ってるから。できればねグレーがいいんだけど、入ってればいいなって思います。ということで早速開けていきたいと思います。ダズリンの福袋はね1万800円でした。1万800円、楽しみだけど怖いな。これでもみんなと一緒に開けていきたいと思う。いくよ。開けました。まずコートっぽいものもう知りたいから出しちゃうね。せーの。あー、ベージュだった。2分の1なのにまあね、形はすごく可愛いんですよ。形はねすごい可愛いの。ほら見て、私こういう形好きで、だけどグレーが良かったよ。可愛いは可愛いんだよね。まあしょうがない、自分で買います。グレーはでも可愛い。こちら後で全部着てみたいと思います。続いて、ほい、お、レース、なんだろう、なにこれ、え、あ、なにこれ、キャミソールとレースのものがついてる。中に着るんだ。かわいい。こういう風に中は透けないようにして、でも腕とか透けてるよみたいな。春絶対かわいいね、これ。かわいい、いいですね。なんか私福袋あんまり外れたことないんだよね。じゃん、これはカーディガン。じゃん、カーディガンがついてました。これはグレーっていうのかな。4900円だって。かわいい、普通にかわいいね。かわいい、大人っぽい。かわいい、腕もね長そう。私ちょっと手が長いんですよ、だから普通の服じゃね、ちょっと短くなっちゃうんだけど。なんかこれ手長そうじゃない、丈が短いのかな。続いて、あと2着かな、入ってます。じゃん、スカート。かわいい、チェックのスカートがついてました。めっちゃ可愛い。私なんか大好きこういう柄、しかもタイトスカート最近すごい履くので嬉しい。これもね5900円プラスで。可愛い、これにこれだって可愛いしね。なんか最近福袋でコーデできるようになってんのかな。なんか全然全部着れるんですけど、いいのばっかり。そして最後かな、ちょっと厚め、なんだろう、じゃん、あ、ワンピース、よいしょ。あー、かわいい、柄が花柄です。めっちゃかわいい、これこんな感じ。かわいくないですか、丈感どんななんだろう。これさ、ちょっと早い時期だなって思ったらさ、レースのさ入ってたの合わせても絶対かわいくないですか。ほら見て、袖がレースで透けてたらめっちゃ可愛い。可愛い。全然着れないのない。強いて言うならこれがグレーが良かったっていう自分の願望だけで、あとはね全部着れると思う。あとね頼んでるのがアディダスとスナイデルかなが頼んでて、まだちょっと届いてないので遅くなっちゃうと思うんですけど、動画にしたいなと思ってます。では着替えていきたいと思います。どうぞ。
ということで2019年ダズリンの福袋の中身を紹介しました。これだけだとちょっとねエロいエロい感じになるから、ワンピースとかの下にねこのレースをね着るとねすごい可愛いなって思いました。最近はちょっとサボっててワンピース系の格好ができていないので、これを機にね可愛い系の格好にも挑戦していきたいと思います。年齢を考えつつね。はい、グレイルの7000円の福袋とアディダスとあと1個がスナイデルを買ったので、届き次第そちらも動画にしていきたいと思っています。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。かわいいねこれ。今年外れが一個もないです。でもグレーが良かったな。2分の1の確率なのに、これぞ中吉の成果か